皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は7月にしたいメイクをご紹介していきたいと思います。特に崩れにくいベースメイクの作り方と、夏にしたいブルーラインを主役にしたカラーメイクをしてみました。それに合わせてこういつもより少し変えてる部分もあるので、ぜひ参考にしてみてください。まずはスックエクストラプロテクター50日焼け止めを顔全体に塗っていきます。これは SPF50+PA+4 あるので、真夏の紫外線対策にとってもいいと思います。実際つけたテクスチャーがすごい軽いので、汗をかくこれからの季節にベタつかずにさらっとしながら紫外線対策ができるものです。次にムーのスキンスムーザーを、皮脂が気になる部分と毛穴が気になる部分、あとはファンデーションがシワに入り込みやすい部分に塗っていきます。これは毎日メイクでも本当にずっと最近使っているもので、毛穴を隠したい部分と皮脂を抑えたい部分にのせるんだけど、これをあまりにもしっかりのせすぎると逆にファンデーションのよれにつながるので、今回のベースメイクは崩れにくいように薄く薄く伸ばしてつけていきます。次にジバンシーのタンクチュールエバーウェア P110番の色を塗っていきます。今日は濡らしたビューティーブレンダーを使っていきます。ここ最近使っているファンデーションの中で一番カバー力が高いなと思うのがこのジバンシーのファンデーションです。すごい少量で伸びも良くて、さっと塗っただけでカバー力があるので、薄く薄くこう伸ばしていきます。このあたりは汗をかきやすいので、全顔に塗るというよりはこの顔中心の部分、本当にカバーしたいこの中心の部分を主に塗っていきます。ここに赤みとかある方はコンシーラーで押さえていきます。この崩れやすい鼻周りはスポンジで丁寧に叩き込んでいきます。はい、で今日はとっても薄くつけているので、丁寧にコンシーラーで気になる部分をカバーしていきます。コンシーラーは MIMC のナチュラルホワイトニングコンシーラーです。これはホワイトニングでケアしながらシミやそばかすニキビ跡をカバーしてくれるっていうもので、特にニキビを潰してしまった後とか、ちょっと私最近ここがねできてるんだけど、できてちょっとこう跡になりかけの時って、紫外線をしっかり浴びてしまうとこのままこれがシミになってしまうので、すごくこう慎重にケアしなきゃいけないんだけど、これはその日中隠しながらホワイトニングケアしてくれるっていうものなので、この季節に最適です。色味がとっても私の肌に合いやすかったので、これで丁寧に少しずつカバーしていきます。次にダーマホワイトブライトニングルースパウダーをふわっとのせていきます。これとっても細かくて軽い粉なんですが、これもホワイトニング効果がとっても高くて、すごいサラサラに肌をしてくれます。なのでこれを大きめのブラシにふんわりつけてふわっとのせていきます。でここら辺は結構汗をかきやすいので、ファンデーションは塗ってないけどパウダーははたいていきます。はい、これで崩れにくいベースメイクの出来上がりです。ここでディオールのマキシマイザーでリップをケアしておきます。次にディオールのアイシャドウ094番を指にとって目を引き締めるように軽くのせていきます。
won't burn our skin. We're thick as thieves, and we know what we do. We live on like an echo. Oh, so take me away to some other place. Don't run away. Oh my Indians. その上にキャンメイクのジュエリーシャドーベール01番の大きいラメの方を乗せていきます。目の一番高い部分を中心に乗せてから左右にうっすら広げていきます。次にラブライナーリキッドアイライナー GC の OLB オールドブルーの色でラインを目尻に引いていきます。次にこの細かいラメの方を目頭に入れていきます。次にシュウエムラのカラーでまつげを上げていきます。次にラブライナーのペンシルアイライナー NBK でまつげの際を埋めていきます。アイシャドウの邪魔をしないように本当のこの際の目の内側だけにしっかり入れます。次にトーンのロングラッシュマスカラ01番でまつげを塗っていきます。コスメデコルテコントゥアリングパウダーアイブロウ BR302 番で眉毛を描いていきます。ナースシャドウ、鼻先がちょっとツンとするように入れていきます。最近眉ブローをブリーチしたので眉マスカラはなしでいきます。今日のハイライトはフレッド・ポー・ボーテのレオスールデクラ17番の色を使っていきます。ちょっとこう寒色系っぽい色に合いやすい位置にフェイスパウダーです。で結構しっかり明るさを出してくれるのですごく細かくこう筆に取った後に手やティッシュでなじませてからハイライトを出したい位置に。本当に最近出番がすごい多いんですが、このビゼのフォギーオンチークス BE300 番、これはまあ化粧を足す意味もあるんだけど、骨格を作ってツヤを足す意味でここに入れていきます。チークが主張されすぎないので、どんなメイクにも、特にこう目元とか口元が主役になる時にも邪魔しないので、どんなメイクにもハマります。であとはリップなんだけど、リップをすごく今迷っていて、こう目元がこうちょっと今日こうクールな感じで涼しげな寒色の色なので、濃い色のリップというよりは肌なじみのいいオレンジなんだけど、このロレアルのものは表面に光沢感があっておしゃれな可愛いリップです。でこれをすごいつけたいんだけど、ちょっとここにもラメをしっかりつけてるからちょっとしつこいかなっていう気もしつつ、でも可愛いからつけたいなって思ってるのと、このボビーブラウンのオイルインフューズドリップカラーバレリーナピンクっていう、これもすごい肌なじみの良くて他のメイクを邪魔せず可愛らしく仕上げてくれるこのリップか、悩みますね。リップは本当にどうしようどうしよう。この感じの色味の差なんだけど、すごい繊細な差というか、まあ、ちょっとピンクとオレンジの差でこうオーロラっぽいのか、ちょっと潤いのあるマットっぽいものか、どうしよう。ちょっとそうだね、私はこうあまり攻めすぎないメイクが好きなので、今日はちょっとこの子はやめておいて、こちらのボビーブラウンの方の色を塗っていきます。
こっちの方がこれが結構こう自分の中ではいつもよりこう主張してるので馴染みがいいかなと思います。はい、塗っていきます。はい、こんな感じです。はい、これで完成です。7月にしたいメイクは、暑くなってメイクが揺れやすいので崩れにくいベースメイクの作り方、あとは夏になったら使いたいこのブルーアイラインを主役にしたメイクでした。今回使ったこのラブライナーは、ブルーでメタリックな感じの印象なんだけど、そんなにすっごくブルーというよりは黒の中に少しこうブルー感が入っている感じのアイラインです。なので、大人の方にもすごく使いやすいと思います。で、ちょっとクールな印象になるというか、青でこう寒色寄りになるので、こうシルバーアクセとかがとても映えると思います。よかったら参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Falling down no more. So take me away.